11月1日、市政記念日であるこの日、平成25年度富士市表彰式典が行われました。また、同じ日に岩手県雫石町との友好都市提携調印式が行われました。今回の富士広報室はその模様をお送りします。富士市表彰式典では、市長表彰、教育文化スポーツ奨励賞、地域社会貢献者褒章を受賞した12人1団体の皆さんの栄誉が称えられました。市長表彰は、各分野の功労者を毎年表彰する市の最高表彰制度で、市の発展に尽くされた人に贈られるものです。今年は、保健衛生功労として、大村勉さん、スイカ栽培後功労として鈴木雅美さんの2人に贈られました。教育文化スポーツ奨励賞は、教育、文化、スポーツの振興に寄与する市民などの活動を奨励するために贈られるものです。今年は教育、自然科学として山田隆さん、文化、郷土史として加藤昭夫さん、スポーツ、ゴルフとして勝又優斗さん、スポーツ、自転車として鈴木直さん、スポーツ一般として富士市スポーツ少年団の4個人1団体の皆さんに贈られました。地域社会貢献者褒章は、コミュニティ活動をはじめ社会福祉、交通安全、文化・スポーツ、青少年指導育成、全校などで地域社会に貢献している市民・団体に贈られるものです。今年はコミュニティ活動として佐藤武さん、社会福祉活動として三宅幸三さん、西原茂子さん、三月雅代さん、交通安全活動として望月慎太郎さん、小林則光さんの6人の皆さんに贈られました。それでは表彰の模様をご覧ください。表彰状、大村勉様、あなたは多年にわたり歯科医療に従事し、社会福祉の精神を持って地域歯科医療の発展のため尽力され、この間富士市歯科医師会会長等の要職を歴任し、歯科航空保険の推進を図り、保健福祉の向上に多大な貢献をされました。よって富士市表彰条例に基づき表彰します。平成25年11月1日富士町を指示しました。はい、ありがとうございます。表彰状、鈴木雅美様、あなたは多年にわたり消防団員を務め、この間富士市消防団長等の重責を担い、市民の生命財産の保全と災害の予防に尽力されるとともに、消防力の強化充実のため消防団の活性化を団員の資質向上に多大な貢献をされました。よって富士市表彰条例に基づき表彰します。平成25年11月1日富士町を指示します。
受賞者を代表して一言お礼の言葉を申し上げます。本日は私ども富士市市長賞、富士市教育文化スポーツ奨励賞、富士市地域社会貢献者褒章表彰受賞に際し、このように盛大に式典を開催していただき、鈴木市長様はじめ関係者の皆様方に心から厚く御礼を申し上げます。またただいまは小山富士市議会議長様からも身に余るお言葉を賜り、感激もひとしおでございます。本日私どもはそれぞれの表彰受賞の栄によくしましたことは、ひとえに市民の皆様をはじめ本日ご臨席をいただいた皆様方のご指導とご鞭撻の賜物でありました。ここに謹んで厚く御礼を申し上げます。本日の栄えある表彰式の感激は、私ども13名にとりまして終生忘れることのできないものになります。この栄誉とご厚意を肝に銘じ、今後さらに富士市発展のために魅力を尽くす決意でございます。何とぞなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。富士市市会市会会長大村勉。この度計らずしも市長表彰を受賞することができました。誠に感深いものがあるわけでございますが、ただ嬉しさは確かその通りでございますけど、ただそれに伴う今までやってきた経歴で私が何か市長賞を受賞していいものかと、そういうような心の中にね、一抹の問いがございます。そして、これからも今までと同様、あるいはなお一層地域社会、地域医療、地域歯科医療ね、それに貢献していきたいなと緊張をしております。一生懸命長い間、みんなと一緒に活動してきた、こうしたおかげでこのような、重い賞をいただいたこと、これは今まで本当に大勢の皆さんが支えていただいたおかげで今があると思いますので、またこれからもこれに恥じないように活動していきたいと思います。本当にありがとうございました。続いて市長表彰と同じ11月1日に市役所で行われた富士市雫井市長友好都市提携調印式の模様をお送りします。多くの富士市民が犠牲になった昭和46年の航空機事故以来、長年にわたって交流のあった岩手県雫井市長から今年5月21日に富士市との友好都市提携及び災害時相互応援協定の締結について正式に申し出がありました。災害時相互応援協定については今年7月30日に雫井市長で協定を締結しており、今回友好都市提携が結ばれました。
県雫市長と国内の市町村とは初めてとなります有効都市提携の調印を行うことができました。雫市長との交流のきっかけは昭和46年の7月30日に雫市長上空で発生をいたしました。当時国内最大の航空機事故と言われました全日空機と自衛隊機との衝突事故という悲しい出来事でございました。以来雫市長の皆様には42年もの長きにわたり慰霊の森をお守りをいただくなど温かいお心遣いをいただいております。両市町の絆はこの度の友好都市提携によりより一層強固なものとなり様々な交流へとつながるものと期待をしているところであります。今後は両市町の皆様とともにこれまでに培われた友好の絆を永続的に次の世代に引き継ぐとともに交流をさらに発展させることでなお一層両市町相互の理解と信頼を深めてまいりたいと考えておりますので今後ともよろしくお願いをいたします。両市長は様々な交流を積み重ね平成16年には少年交流事業として小学生による相互訪問を開始し今年で10回目を数えるまでになりました。また平成22年からは吉原宿宿場祭りや本町の軽トラック市への出店を通した物産交流も行われております。このように交流が拡大する中本町から富士市に対し友好都市提携と災害時相互応援協定の締結をお願いしたところ快く引き受けていただき本日の調印に至ったものでございます。本日の友好都市提携により両市長間において今後さまざまな分野で住民レベルの交流を促進しこれまで多くの方々が育んできた友好の絆がさらに強固なものとなり絆に込められた両市長交流の原点ともなった事故の教訓が次の世代の記憶に引き継がれることを切に願うものでございます。調印式と同じ日に雫市長紹介展のオープニングセレモニーが開催されました。この雫市長紹介展は中央図書館1階エントランスで11月28日木曜日までの開催です。岩手県雫市長について詳しくは広報富士11月20日号と富士広報室12月15日号で詳しくご紹介しますのでそちらもご覧ください。それでは富士広報室はこの辺で。